はい、今日は、タケノコを取ってきました。今度は、マタケという種類ですね。マタケは剣道の竹刀を作ったりしますね。弓とかですね。本来日本に、ある固有種のタケです。これがまた美味しいんですね。妄想だけが終わりましたので、マタケです。約10キロ積んできましたので、ここに、大型の鍋に入れてます。鷹の爪、ぬか、それから天然塩を入れて、こっちで約20キロぐらい炊きます。こんな感じで、でかい鍋です。 こんな感じですね。こんな感じのでかい鍋で、下は灯油のコンロです。これで、まず沸騰するまでに、1時間半かかります。沸騰した後約2、3時間炊きますね。ちょっと長く炊いた方が柔らかく、根っこの方でもメンマのように美味しくなります。メンマですね。ということで、本日は、マタケのタケノコの下茹でを行います。山の神様に感謝します。ご視聴ありがとうございました。